連下 3, 3番、893番、エ駅太郎です。本日のお話は、東京都渋谷区の路上で、20日夜に母親と娘が刺された事件です、まあ。こんなことが起こってしまったんですね。まあ、警視庁の少年事件課は、21日、殺人未遂容疑で現行犯逮捕したという少女、埼玉県の中学3年生、15歳、まあ、容疑を認め、 死刑になりたいと思い、たまたま見つけた二人を刺したと供述している。まあね。 こんな言い方、中学生の女の子をね、捕まえてね、こういうことをね、言うのはおかしいですけど、死刑にはなりませんよ。こんなことでは。だからもう、最初から破綻してるんですね。うん、死刑っていうことは、そう、あの、自分でこの、何か悲観して絶望して死にたいから、そういう風な発想なのかとは思いますが、まあ、そうでしょうね。前向きなことで死刑になりたいっていう人はあんまり聞いたことがないので、うん、それが自分ではできないので、まあ、よくはありますよね。だからもう、なんて言うのかな、私は特別、私は特殊、 ちょっと思ってくるんそんなことで捕まっているのは最近たくさんいるし、女の子だからって言って刃物を使った殺傷事件が珍しいわけでもない。過去にいくらでも例もありますし、高校生だと、えー、少し前にあの、愛知県の高校生が東京大学の受験の時にね、切りつけた。ただ、類似するのは必ず弱いとこ、屈強な男性に向かっててないんですね。 今回も53歳のお母さんと娘さん19歳、女性。まあしかも、まあ帰り討ちに会うっていうわけじゃないですけど、この母親も含め通行人から押さえつけられるということなんですね。ん、まあ考えることを考える力、きちんとした認識があるならもうそもそもこういうことはやってないわけですから、にしてもお粗末な事件でございます。まあ本人が家庭や学校でのトラブルはない。20日に家を出て、 現場に来たって、まあ、毎回家出をしているんだけど、こういう場合って。家庭や学校のトラブルはないけど、自分自身にトラブルを抱えてますよね、これは。二人を刺した包丁の他にナイフ二本、ナイフ二本ポケットに入れていたというふうに説明して、三本とも現場に落ちていた。まあね、あの、私が皆様に言いたいのは、こういうことは一定数起こるんで、ただ、街をね、本当に歩くとき、移動するとき、もうあの、この日本は、 安全じゃないっていうこと。だって突然ですよ。まさか中学3年生の子がナイフもね、刃物もね、3本持って振りますなんてこと思ってるわけじゃないので、周りをね、気にして、いち早く気がついて逃げるっていう行動を取る。安全じゃないんですよ。で、一定数、必ずどこかで起きるんですよ。半年や1年のに。まさか子供があっても、見るからに不審者、見るからになんか、やりそうな人ならわかるんだけど、どう考えてもじゃあ中3の女の子が、ね、そんな親子、 狙ってね、切りつけるって。 切りつけられた方がたまったもんじゃないですよ。まあ、少年装置ってこれ逆装になるようなことじゃない今までの判例で、まあ、この子の家庭環境とか歩道歴とか育成過程もあって加味されるんですけど、逆装っていうか大人の裁判にはならなくて少年装置になるようなことだと思いますけど、この、まあ、新聞報道っていうことをね、全部のみにするわけじゃないんですけど、まあ、これは警察から言ってる言葉なんで、ね、私は思うのは、毎回、まあ、こうやって私も話をしちゃっているので良くはないんですけど、まだ一応この、きちん とこれって本当に、まあ、これは、家庭裁判、あの、火災だからいいのか、でもこういう文言や言動の様子を出ちゃうっていうのはどうなのかな、もし言うなら、きっちりとしたことで言わないと、本当にこれ家庭がって本人は言っているってことだけど、何らかのトラブルがなかったらこうはならないですよね。何にもトラブルがない。家庭や学校にトラブルが なないならら物持っっってうろうろしててし親子にめがけて切りかかるかるたらじゃあそしたらもう何も心の異常だとか脳の異常なのっていうことではでも学校に普通に行ってるわけですし、受け答えはできるわけだから、そういったところもね、どうなのかっていう話になります。まあこれまあ夏休み期間中っていうこともありますし、家出をしているっていうことなんですが、 まあ、ここで一つ問題は、この家出をしているわけだから、普通の家庭だったら、捜索願いだとか、警察に届けを出すっていうようなことをしているわけだけども、それも出ていないとすれば、そういう家庭なんだな。子供が帰ってこなくても、どっかに行ってても、平気な家、いや、友達のところに行くって言っても、通常は、 友達の家のところにお泊まりっていうのはダメってわけじゃない。両方の家庭も分かった上で。でも、開けたらこうです。帰ってきました。ありがとうございます。とか、どうだったっていうことがあるわけだから、もうなんか、いつも言ってるからっていうこともやっぱり、でもそれすらどうだったのかってね。 思いますね。まあ、その中学生ぐらいの女の子が、えー、家出をしていれば、普通になんか違うことに巻き込まれる、トラブルに巻き込まれる、逆に犯罪を今回はしてしまった側だけども、被害に遭うこともあるわけだから、昔のようなわけには、昔、じゃあ昔が安全だったっていうわけではないですけど、夏だからって言って、えー、野宿したとかっていうわけではないと思うので、そして街にこんな繁華街でこういう、 こういう場所でもこういうことが起こってしまうんだっていうことですね。まあ夜なんだね。二十日の夜、母親と娘が渋谷区の路上で刺された。午後九時五十八分。田舎ではね、もう十時近い夜の十時近いって言ったらあれですけど、都会ではね、まだまだこれからっていうことなんで。別にこの当然五十三歳と十九歳のね親子が歩いていていけないわけでもなく、ただまあ中学校三年生の十五歳の女の子がこういう繁華街を歩いていてはいいっていうことではないので、まあ近くの飲食店のね従業員の方のだ。 男性やこの母親がこの犯人とされる少女を取り押さえたっていうことなんでまあ簡単に、まあ、そういうことなんでしょうねそれを抵抗して暴れるってこともしないわけだからまあ、非力であってその程度 なんですよ。で、その自分が目指したことも遂行。まあ、でも死刑になりたいということであれば、普通のことでは、まあこんな言い方はあれですけど、今までの量刑判断だとか、過去のことから事例で言って、もう一人二人、この物を取らない殺傷だった三人殺さないと死刑にはまずならない。人数で決めるわけではないですけど、まあ二人でね。まあでもこの傷を負った方、特にこの娘さんなんかにしてみたらね、たまったもんじゃないです。 母親だってそりゃ、このね、街を歩くことが。じゃあなぜがここが狙われたかっていうことですよ、やっぱり。服装なのかタイミングなのかたまたまなのか。こういうことが起こってしまうってこと、本当に気をつけていただきたい。気をつけようがないけど、そういうことが起こるんだっていう現実にあった事件が、こういうことがなったっていうことだけ知ってほしいですね。まあ夏休みにね、こういう大きな事件が起きるんですけど、まあ、学校関係者、それから親御さん、子供たちもこれを見てなんかまた考える機会にしていただきたいなと思います。以上です。